そのダジット区函館伝統所はかつて北海道函館にあった電力会社である。1895年12月に事業認可が下り、1896年1月15日に函館区東川城に火力発電による電力会社として誕生した。創業者はそのダジット区。道内では1891年10月開業の札幌電灯社株式会社。 1895年の小樽電灯社に続く3番目の開業であった。電力は伝統向けであり、午後から稼働したとされる。1897年、1902年に設備増設を行い、うち1902年ではシーメンス式産小交流発電機が導入された。電力業界では、明治30年代に燃料である石炭の高騰により、発電コストが高まったため、 水力発電への転換の機運が高まった。箱館においても大沼から峠下への飲水による水力発電の構想を練ったが、地元の七井村と他の三村の反対により実現しなかった。1907年、その水力発電計画をもとに飲水を四壁方面に変更させた都東水電株部式会社に買収される。開業当初の発電機は、 コップキンソン式炭素交流2000式、機器、機関は、石川島造船所製。出力3 5ットの発電機2台、計7 0ット。我が町函館タウン市50年、P15 函館市通設編、第2巻、P1113 から1114名時期予知予知。歩きの電気技術、小木本和夫電気学会市114巻12号。 p825、四死、世は88、明かりの、様変わりランプから伝統へ、アーカイブド2007年8月12日、アットザウェイバックマシン、箱館市2011年1月15日閲覧、箱館水電化部式会社の創立アーカイブド2011年12月5日、アットザウェイバックマシン、通説編、第3巻第5編、 大箱館その光と、影箱館市市デジタル版2011年1月15日、閲覧電気事業アーカイブド2008年5月14日、アットザウェイバックマシン、通説編、第2巻第4編箱館から、近代都市箱館へ、箱館市市デジタル版2013年4月27日閲覧、箱館水電化部式会社の創立アーカイブド2011年12月5日、 アットザウェイバックマシン、通説編、第3巻第5編、大箱立その光と、影箱立獅子デジタル版2011年2月6日、閲覧。ありがとうございます。